続きまして、藤井元気先生よりお話をいただきたいと思います。藤井元気先生、どうぞよろしくお願いいたします。今日の事務局長の宮崎さんからですね、ちょっとフィリピンの代表が来ないからフィリピンの話をしようと言われまして、私はフィリピンの専門家じゃありませんが、簡単にお話ししておこうと思います。今のこの中共政権がですね、世界で最低最悪の政権であるということはもう皆さんご存じの通りで、これはもうソ連がですね、かつてグラスノスチとかペルストロイカっていうのは部分的にこの共産主義体制を改革しようとやったけど完全に失敗しましたね。あれもああいうのはもう全部壊すしかないんですよね。結論から部分的に良くなるということは、ありえない今の中共体制、そういうことを前提において物を申し上げますが、5月に実にですね、いろんな事件がこのアジアであったわけですけども、これはタイのクーデターなんかも含めてですね、一言で言うとフィリピン、それからベトナムでもですね、非常に反中の運動がはっきりしてまいりまして、いわばその対中共包囲網というようなものがですね、非常にはっきりできてきた。5月の30日には我々の安倍総理もですね、シンガポールで非常にいい演説をいたしまして、安倍さんが強調したのはその法の支配ルールオブローということを盛んに強調されて非常に評判が良かったんです。シナのことはですね、名指ししなかったんですが、シナが怒ったんでですね、多分自分たちが批判されてるという程度のことは分かったんですよね。これもおかしな話でありましてね。で、翌日はですね、ヘーゲルというアメリカの国防長官がはっきりシナをしなくてですね、非難いたしまして、これはですね、全くその通りなんですけども、今のオバマ政権はかなりヘタレ政権でありますけれども、この国防長官は割としっかりしておりますね。そういうことで、いろんな形でですね、対中共包囲網というものがしっかり出てきました。フィリピンはですね、4月下旬にオバマがアジアで帰京しましたけど、4月28日にアメリカ・フィリピンの新軍事協定というのを調印しています。で、実はそのアメリカとフィリピンの間というのは実に微妙な関係があってですね、一回アメリカとスペインの戦争ですよね、米西戦争の時に、その、明治時代ですけども、このスペインが負けたのを機にフィリピンは一回独立するんですね。アギランドという将軍が戻ってきてですね、この時独立宣言するんですが、1年でぶっ壊されちゃう。どこがもう一回植民地にしたかというと、結局アメリカの植民地になっちゃったわけですよね。ですから、その実にその微妙な、大東戦争の時も日本の力を借りて、ちゃんと独立するということで、日本は大東亜会議、ラウエルというですね、大統領を呼んで、独立フィリピンを作ってですね、大東亜会議にもフィリピンに出席してくれたわけであります。で、日本の力を借りてやろうとした人も十分いたわけですよね。で、この間はです、すでにですね、ご存知のその一時期非常に大きなアジアの基地だったクラーク・トスビックというアメリカの海軍空軍基地をこの追い出しちゃったわけですね、フィリピンは。しかし今になってですね、今の大統領もアキノさんですけども、なったらですね、このどうしてももう一度アメリカのバックアップが必要だと、これは日本がもうちょっとしっかりしてればいいんでしょうが、ということで、実際上もう一度アメリカ軍を駐留させる、軍事協定まで結んだと、いうことです。それで、この今の秋の大統領ですね、非常にはっきり言ってまして、今の中共と妥協を図るのは、これはヒットラーとですね、ナチスドイツと妥協を図ろうとしたミュンヘン言います。全く同じだと言っております。で、ここまでですね、非常にはっきりとしたその時代認識を持ってるんですね。ですから日本はもう早速ですね、海上保安庁が使っているような船ですね、巡視艇のようなものをこれもフィリピンに送るということを決めておりますし、からベトナムの話も聞いてですね、ベトナムがどういう船を必要としているのかというか調査してですね、これも作って送るとまあいうところまで、来て、おります。で、それからそのフィリピンはですね、この間もちろん島をどんどん捉えているということがあるんですが、南シナ海ので、全くですね、浅瀬のところにですね、シナはどん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 船運んできて、土砂を起こしてですね、島を作ってですね、軍事基地化しちゃうというのをどんどんやっております。それだけじゃなくて、この間5月の非常に大きなデモのきっかけになったのはウミガメですね。アオウミガメが絶滅危惧種っていうんです。それをシナが来てやたら密漁するということで、これをどうにかしようっていうんで、フィリピンの人もユーモアがあるんで、ウミガメの格好してですね、マニラのシナ領事館の前に集まってですね、抗議の声を上げたと。それからそのいいことはですね、ベトナムとそのフィリピンにおける反中デモにベトナム人がですね、200人ぐらい参加したと言われております。それでもってゲットアウトチャイナって一緒にですね、叫んでですね、
共に行動したというの、これももう全く今までになかったような、私は動きじゃないかと思います。先ほど台湾の方がひまわり学生運動の話をされましたけれども、これもですね、まあ、対中共包囲網の一つの動きというふうに捉えてもいいんじゃないかというふうに思います。日本はですね、この300万人を犠牲にして、まあ、アジアを解放するために大東亜戦争を戦ったんですが、で我々はですね、ある程度うまくいったと思ったんですね。昔はその白人の帝国主義、植民地支配を追い出せばアジアはですね、自然に長くなるものだと、まあ、非常な楽観主義だった。しかしそのアジアの中から世界最低最悪のですね、その帝国主義国家、中共帝国というのが現れてきてしまったということですから、我々は大東亜戦争を責任を持って継続すると、そういう意識のもとでですね、団子を一緒に皆さんと頑張っていきたいと思います。以上でございます。水口先生、どうもありがとうございました。